多分ゴルフ界一喋らない男です。その男を僕は今日喋らせます。喋んないです。そう、ほんと喋んないですからね。だから違う、喋んなかったら俺も喋んない。人間そういうもんだからね。人が喋んないとなんか喋んなきゃいけない空気になるから。お疲れした。お疲れ様です。全英オープン、はい、おめでとうございます。やったね。アジア予選トップ通過。そうっすね。そっか、あれって順位わかんないんだよね、回ってる時って。あ、でも途中ボードありますよ。あ、ボードあるんだ。9番に回ったし、うん、僕ロングでボギー打つの嫌いなんですけど、7、8ってボギー打っちゃったんですよ、ロングショートで。で9番も難しいんですけど、9番パー取ってボード見たらまだ1位だったんですよ。で、あれと思って、あ、11番で取って15番も取れるんで、あとはひたすら耐えるだけだって。はいはいはい。アメリカのその USPGA ツアーもすごい厳しくなってきて、要するに QT 取ってもまずいわゆるウェブドットコムツアーっていう株ツアーになるわけ。それでもやっぱり行きたい。行きたいです。そこまで行きたいと思う原動力みたいなの何？いっぱいある。いっぱいある。いや、だって上手いやつしかいないじゃないですか。上手いやつしかいない。化け物を見たいです。向こうにへこみたいです。へこみたい、はい。って言いたいです。なんだよこれみたいな。秀樹とか大ちゃんに聞いたら、アイアンで別格なのはマキロイとタイガーだけって、あとはみんな変わんない。あ、だけどみんなアプローチがうまいって言ってました、ね、はい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 。ゴルフのスタイルが変わったきっかけになったのってその頃じゃない？いや、そうっすよ。 QT ってもう怒ったら終わりじゃないですか。終わりだね。あと、もう攻めたいけどミスしても、流れがとかあるから、そういうの全部考えて、ずっとやってたんで、勉強になりましたよね。本当は通りたかったんですけど。いいとこ行ったもんね。でもね、ギリギリのところで。そうですね、最終日やっちゃったんですけど、あのアメリカンの QT 行ったんですけど、去年、それだと例えばですよ、日本だったら左ピンだとするじゃないですか、それを狭い方に乗せても、すげえ下りだったりするんですよ。するで、確かに。何これって思って。だから全部真ん中で、はいはいはい、もう全部上りのパット、はいはい。それがアメリカだったら、狭い方行ったら、実はこっちから簡単だとか、それが逃げたら、逆目の上りの順目の下りみたいなパットが、ちょっとコブを越えていくような、ある程度リスクを背負ったショットに対しての恩恵がちゃんとあったと。あ、そうですね。まあでもその狭い方から行くのは昔から好きでした、好きなんだ。こっちはでしたらボギーとかなるよね。なりやすくなる、ね、本当やりたいですよ。まあでもその頭ぶつかって1日競技じゃないんで、4日間もあるし、あと年間通してあるんで、そういうのを考えたら、セーフティーに行った方がいいと。理想も高いし、現在の自分もちゃんと見えてるし、その間を冷静に見てるね。やりたいけどやらないとか、それも多分今年から、あ、そのアメリカの QT からですね。こうやって話してて気づいてる時もありますからね。ああ、なるほどね。その気づきってでも大事だよね。なんであれ気づくか知ってるわ、ね、プロゴルファーとアマチュアの違い何かって、これね、仕事もそうなんだけど、やっぱりね、考えてる時間なんだよね。ご飯食べてる時も脳のどっかで考えてるみたいな。あ、ずっと考えてます、僕。やっぱそうなんだ。僕、ゴルフ習った時に、ここまっすぐにしろって言われたんですよ。左手首、ね、トップで、うん、今飲み物飲む時ここまっすぐじゃないと嫌ですもんね。
なんかここで飲み方手首曲げたら癖になっちゃうんじゃないかみたいな。でこれ気づいたのが優作だったんですよ。そうなの？ヒロシなんでこうやって飲むのって、うんうんうん、変わってんなっつってだからその最初に QT 来た時に回ったのジェイソン・デイだったんですよ。オーストラリアのこいつ超センスあると思って、でその時はそんなに飛んでなかったんですよ、うん、でも秀樹とかリオに聞いたら、うん、マジで超飛びますよとか言ってそんなに変わるんだと思って、球の高さがロングアイアンと秀樹の7番アイアンが一緒だって言ったんで、うん、もう想像できないです。ああそう、それがまさに広島に言うとバケモンだと、うん、今回のその全英オープン予選でもなんかそのやっぱりそのバケモンに会いたいっていう気持ちが結局その途中のボギーボギーでも我慢させてくれたんじゃないかなって。ああそうっすね、ね、違います。これ落ちたらまた今までと一緒だなと思って、うん、これもちろん来年もそうっすね、トライしていく。すっごいきつかったんですよねマジで。何がきつかった？移動して、うん、一人でこう全部こうやって、うん、ここダメあそこダメって言葉も通じないし、まあ喋んないから別にいいんですけど、うんうん、で去年の歌詞を両ともあったんですよ、うん、その話したら、うん、いや上行ったらもっときついですよって言われて、うん、あそうだよねっつって、うんうん、